1個目は、鳥の目で見るっていう分析のところで、あったと思うんですけど、その作戦盤を、まあ、置いて、で、自分ちのチームのフォーメーションと、相手のフォーメーションを見比べて、まあ、それをまたこの上から俯瞰的に見るようなイメージで、っていうところで、当然っていうか、なかなかそのイメージがつかないっていうところとか、何が、どうなってんだろうっていうのが、やっぱ訓練するしかないのかなっていうところは当然あるんですけど、っていうところと、あとは、まあ、ご存知のように僕都合がいいことにドローンを操縦できるんで、ちょうど本当上でかすらよ。撮って、あ、こういうふうに見るんだなって、そのイメージを持ちながら、こうなんだなっていうのは、そういう、なんていうのかな、雰囲気というか感覚で、こうなんとかなんとなく見てるところはあるんですけど、で、それを、こうだなって思ったときに、まあ僕の例えばご存知の通り、こう、A がない、ない少ないから、的確にまず指示するっていうことがまず、こうポッとすぐ言葉が出ないっていうところとかあって、やっぱこう、分析できても、伝えれるタイミングが逃しちゃったなっていうのが、結構あるなっていうのは、思ってて、そうなった時に、やっぱその場面で言いたいけど、過ぎちゃうから、後でこうだよ、だよって言っても、もう子供なんね、そんなもん忘れてたりとか とかなるから、そういうところでの、なんかこう、うまいことその場面で、こう適切なことをポンと言える、っていうのができるといいなっていうのはちょっと思いながら、ちょうど今日も練習試合があって、やりながら思ってて、ああ、流れちゃった、みたいな。ってのがあるので、そういうところが、なんか、ヒントになることがあるといいなと思います。いやね、適切なコーチング対難しいですよ。そんなね、僕もね、完璧に全然できてないし、見えてないこといっぱいあるしっていうところで、まあ一つ鳥の目の話でいくと、8人制がね、グラウンドが狭い場合って結構ややこしいんですよ。なんでかっていうと、オールプレッシャーで、相手がぐしゃぐしゃなままでプレーした方が強いみたいなことが起こるから、8人制って。ちょっと難しい部分はあるんですけど、一つアドバイスをすると、8人制のシステムって何種類あります？何種類？ 5 3か6ぐ3らい？1、3三1、2三2、3二2、4二4、2四1、それぐらい。そのぐらいですよね。それぞれの全組み合わせで、どこにフリーマン、フリースペースがあるかっていうのを、もう頭に入れた状態で試合やってるんですよ。僕の場合は。僕の場合、僕はそれ訓練です。本当に。だからまずは書き出したんですよ。何個システムあるんだって出して、じゃあ、このシステムとこのシステム組み合ったら、どこにフリーマンかフリースペースができそうなのかと。はい、次のシステム。フリーマン、フリースペースはつって、ずっと全部検証してみて、だから傾向が分かるみたいな感じなんです、なんとなく。ってなったら、自分のチームのシステム分かるじゃないですか。ってことは、相手さえ見れば、どこにフリーマン、フリースペースができそうなのかって推測が早く立つんですよ。で、それが本当にそうなのかっていうのを、盤とリアルで見ていくっていう感じで確認してます、僕の場合。で、そう考えると、今、タジさんは4か5個って言ってたじゃないですか。無限にないんですよ、システムの組み合わせって。ってことは、2、30個か、せいぜい40いくかいかないかぐらいってことは、大してたくさんないんですね。だから傾向としてはつかみやすいというか、まあまあ、僕はそうしてたっていう感じですかね。なんか違和感を覚えるんですよ。あれ、これだったらここにスペースできそうなはずとか、ここにフリーマンできそうな、なんでできてねえんだろうっていうので、ああ、相手の選手がここでずれてきてるからだとか、またこっちが分かってないからだとかっていうのがあります。で、適切なコーチングってとこなんですけど、それを磨きに行くっていうのは、もう絶対必要っていうかな、その本当、この情熱素晴らしいなと思うんですけど、究極でいきますね。究極でいくと、選手が気づいてやってくれたらいいですよね。
言わなくても、うんはい、ってことは選手たちがそのシステムと組み合わせでフリーマフリースペースどこにできそうかって選手たちが分かる状態でプレーしてくれたら、うん、こっち確認するだけでよかったりするんですよね。相手のプレッシャー1人なの2人なのとかね、うん、中盤って相手1人なの2人なのって、あの今喋ってることはすごい高度なことを言ってるっていうのはあの重々承知しますけどあの中学1年生だったらできるんですよ。むしろやらせてったらできることなんですよ。でいやいやそんなんだってお前 RDJ の選手だからぞって言わないでくださいね。僕だってベルマーレの南足柄って支部のチームで人口ですよ、総人口1万ちょいしかいないところの、選手預かりましたからね。11少年団あって全少年団10人いないっていうすごい本当過疎の町の子供たちに僕中1の時に5分以内に相手のシステム見なかったらぶっ飛ばすって言ってました。その当時はめちゃき怖かったんで5分以内に気づかベンチの子に5分以内に気づかなかったらマジで許さんっつって。でもね意外と見てない、そういう視点で見てないんですよサッカーを。だから分かんないんです最初の頃。だけどだんだんそういうことを何回も言っていくと、ああ相手ワントップだなとか相手ツートップだなって子供たちが気がつきやらすんですよ。うん、そうなったらコーチングあんまりいらないんですね。だからあのいや大佐の気持ちも本当わかります。いい言葉かけしてあげて変化を起こしてあげたいっていう気持ちは本当にあるけど、それが全て、ね、目的なのかっていうと実はそうじゃなくて、でそれでこうゲームを動かすっていうのはまさに V の人が得意なパターンなんですよ。それがねすごい得意なんですよ。で それを磨きに行くっていうのはもちろん必要なんですが、うん、まあじゃあ それを磨くんだったら声掛けできなかった時にメモしといた方がいいです、うん、あこれこうだって思ったけど言えなかったってやつをメモしといた方がいいです。でそれを貯めておくと、あそれ前の時と同じこれが出てきたぞの時に発してみてどうかっていうのを今度トライしてみるって、うんうん、伝わってなくてもいいんですよ。伝わってなかったらごめん忘れてではい次行こうで全然 OK で、そこもトライ、選手もねトライしてるからコーチもそうやってトライして全然いいと思いますよ。本当できればその声掛けがすごい上手いコーチ例えばいるとするじゃないですか。これあのねできる環境はなかなか整えられないから難しいと思いますけど、僕 RDJ の時はそうしたんですよ。そのコーチ隣に座ってもらってそのコーチのコーチング聞いてました。あのもう本当に V の人と A の人のコーチング聞いてて、あなるほどこのタイミングでこういう声掛けするんだなとか逆に聞いてました。このシチュエーションでこれ伝えたい時って何て言いますかって言葉をもらうみたいな、言葉のアイデアをもらうみたいな、まあ、それはなかなか、うん、状況的にできないかもしれないですけど、誰か第三者がいたらその人に、うん、なんかまあそのうんまあ、田地さんがコーチとして入るもありだし、うん、アシスタントコーチとして入るもありだし、なんかこう結構そういうのが見えるタイプのコーチに座ってもらってちょっとコーチングしてもいいよみたいにしてもいいし、うん、でその後終わった後にあのタイミングでなんでそういう声掛けしたのみたいなことを聞いていくと、うん、いやここ見えたからですみたいになってくると、うん、あそういうふうに見えた時ってこうなんだみたいなすり合わせができるようになっていくと思います。実際僕 RDJ の時はずっとそうでした。え、なんでそこ見えてんの？わかんないんだけど、わかんないんだけどって。ちょっとっつって。もう一回見て一緒に試合みたいな。やってましたけど。あうん、いやだってあのスペースバーンってって、ダーンってなってるじゃんって言われて、そのバーンってダーンがわからないから説明してくれみたいな。もうボード持ってくるからここで説明してとかっつってやってましたけど、はい。うん、なんかその逆って言っちゃあれですけど。例えばもうプレイ流れてんだけど、うん、その子に対して今こっちから来てたけど、どうでこうだよねみたいな延々と話してる人はいるんですけど。はいはいはい、うんうん、なるほど。でも一つの参考例として何が見えたからそう言ってるのかは探ってもいいですよね、うん、それをやるかどうかは置いといても、うんうん、はい、あれだからカズさんにっていうか皆さんにもちょっとお聞きしたいんですけど、あの本の中に VAK のチェックリストがあったじゃないですか、うん、であれでチェックしていくと僕ほぼほぼ当てはまるんですよ、うん、他にそんな人いないかなっていうのちょっといますそんな方
ああ、手挙げてますよ。宮さん手挙げてますよ。そう、あれ、結構ね、そうだったなって該当するのね、つきやすいから、だから僕、あのチェック、あのっていうか、チェックシートあんま使うの好きじゃなくて、わかんないってなっちゃうな、みたいな。結果わかんないみたいな。要は、濃度の問題があるじゃないですか。100か0で言うと、ちょいあるっていうのにイエスってつけちゃうと、わかんなくなるんですよね。うん、いうのがあったのでどうかなという、うん、はい、そう、それだけです。はい、そうだから、あのチェックテストもね、改善しなきゃいけないです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。